ビビト、スチームバード新聞を読んだか？フォンテーヌで最近お祭りをやってるみたいで、広場がにぎわってるんだってさ。旗まで変わってるらしいぞ。写真機を持ってる人がたくさんいて、スイーツとかも食べられる。すっごく楽しそうだぞ。オイラたちも行ってみようぜ。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。お前もサボることがあるんだな。シティーズ、原神久しぶり始めていこうと思います。前回が11月25日だったので1ヶ月以上ぶりですね。前回の続きですね。双眼巨淵真相新勇気かな、この終盤戦をやっていきたいと思います。ぜひ見てください。ツイッチで、いつも通り配信しております。ツイッチアカウントフォローリポスト、ツイッチアカウントフォロー、チャットコメント、お願いします。 Please my Twitch my account follow and チャットコメント please。 はい、この配信のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後ですので8日21時から配信いたします。プレミア公開いたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。 This live archive my YouTube channel Today's after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド and good ボタン pleaseそして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。アカウントのフォロー、チャットコメント、アカウントのフォロー、リポスト、いいね、ぜひお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。基本的には前回の 1ヶ月以上経ってしまいましたが、前回の続きですね。まずはその前にと、まあ 4.03 になったイベントをやってる、まあこの辺はちょっと全部見るのは無理なんで、いつも通りなんだこのメールコネクションボックスって。まあ突破しない、じゃあ行きますか。ですね、違う、これで地下工区のここに行けっていうことか。合ってますよね、合ってるよな、合ってる合ってる。
なんか物悲しい音楽が鳴ってるな。危ない危ない、落ちるかもしれない。なんかすごいな。もうなんか危ない危ない。でもなるべく避けたいとこです。あとどこに行けばいいんだ。うん、そうだろうな。まあいつもと通りガイアで。ん？こっちか。これ。お、なんか上がるものがある。あ、上がれるんだ、こっから。なるほどですね。あ、ダメだ。届かない。わずかに届かない。ん？なんだこれ。なんか鉱山がある。ん？方向が違う。こっちへ行けと。でもなんだこれ、ノエルにチェンジ。ヨドマリ石を確保。これなんだろう。これは無理だな。じゃあ戻そう。これからどうやって行けばいいんだ。上に上がれないよな。え、これ下に行かないとダメ。なんか上に行くような気になってたけど、そうでもないみたいな。一回回って、でそれから左に行かないとダメなのかもしれない。これなんだろう。こっちへ行けばいいんだ。あ、でも方角が違うな。おとなしくしやがれ。みんなを守るからね。任せてください。料理の時間だよ。とえいと。バーバラいろいろ便利ですね。まだだ。あれ落ちた。アプリが落ちた。不便ですね。ちょっと待ってくださいね。
はい、お待たせいたしました。何回も落ちるようだったらちょっと嫌だな。あ、さっきの場所からだ。もうちょっとです。こいつはどうだ。押したけ？なんだこれ。凍った。綺麗にしませんと。熱々でしょ。おとなしく仕上がれ。あっち勝った。まだ敵がいる。こいつはどうだ。なんだ俺。師匠の技を食らいなさい。料理の時間だよ。これあピヨってるチャンス。すまんすまん。仕上がれ。ミュージックスタート。ほっと。これ。やっ。はっ。オッケーです。解放されました。興味深い。あれ？なんかある。え？分岐点になってるんだな。切れない。ギリギリ助か、間に合った。今どういう方向に行ってんだ。こっちが近い方向か。あれはなんだろう。え、何？タル爆弾を起爆させろ。あ、痛い。無理だよな。なんかかわいそう。呼吸が整えばついていけるよ。えい、えい。まあ後にしよう。よっと。こいつはどうだ。ふっと。みんなを守るからね。しく仕上がる。打ち崩しました。あれ、あ、方向が違う。こっちかな。が正解っぽい。なんか敵がいる。任せてください。
方角的にはどうなんだ、合ってんのか合ってないのか。上に行けばいいってことか。あ、なんか結構上に行かないとダメ、ほっとして。風だ。さらに上に行く道がある。さっきのとこじゃないのこれ。あ、さっきの場所じゃん。どこにあるんだ。方角が読めない。あれ、ここ行ったとこじゃん。元の場所戻ってきちゃってる。上は行けないしな。さっきの場所だろう、これ。いや、とりあえず無視して。一回行けるとこまで行って。うん。こっちの方が近そう。これなんだろう。これがなんか近そうな感じがする。なんだろう、チャージはしたが。なんかな、やっぱ角度が悪いんだよな。あー、なんか遠ざかってる気もする。でもこの奥に行けるわけでもないしな。なんだろう、これは違うから、やっぱりこっちの方が近いことは近い。あ、でも行ったことある場所だなこれ。これ、うん、あ、なんか汚い場所。こいつはどうだ。汚いことある、汚い場所だが、わからんな。高さが違うんじゃないのこれ。わからん、下が正解なのかそうじゃないのかがわからん。本当に立体感覚がわからん。上は何もなさそうだしな。向こうか。
こっちだとこうなるしな。一旦ここでキープして、とにかく視界も悪いんだよな。いけないのかな。いけないな。これ。ま。お前って本当にせっかちだな。おとなしく仕上がる。熱々でしょ。こいつはどうだ。ふっと。ほっ。よっ。これ。ふっ。ふっ。いいよいいよ。まあ確かにこっち行けば表向き近いようには見えるけど、多分。遠回りしないといけないんだろうな。お前って本当にせっかちだな。わからんな。なんか暗いとこ行きた。いや、わかってるよ、わかってるけど、解放されてないんだよな、今いる場所が。全然わかんないんだよな。あの奥かな、むしろ。あ、こっち側も行けるんだ。遠いよな、遠くなるよな。川沿いを下ってみるか。なんかあるかもしれないし。行けるけど、行っても何もなさそうだ。まあ、とりあえずもうあの原則通り川を下っていこう。拡大縮小
何これ、意味がわからん。これがヒントになるのかな、後々。もうなんかボスキャラがいるが、もう無視して駆け抜けるね。ちょっとずつ近づいてきた。お前って本当にせっかちだな。こいつはどうだ。無名遺跡。お前って本当。近づいてる。あ、去っていった。まあ、無名。不要な戦いは不要だぜってことで、助けが必要な方がいるはずです。あれで、なんか浄化しないといけなかったっけ。あれ、人がいる。あ、ここにいるんだ。あれ、なんで、なんであなた一緒に拠点にいるって。いや、話せない。一回立ち直らないとダメ。なんだろう。なんで話してくれないんだ。戦場のお掃除の時間です。え、なんで。なんか。お前そこにいるのになんで。まあまあ。いいや。ここを越えないとダメなんじゃないの。でもここ行き止まりだしな、わからん。これで間に合いますね。お金か、単なる。ここじゃないんじゃないの。左へ行く。あ、でもだんだん近づいてきてる。宝箱を開けることができた。あ、近づいてきた。あ、これワープゾーンだ。OK。
ケー、マップゾーン開放きた。いや、さっきお前いたじゃんっては思うけど、ようやく到着しました。30分かかった、ここまで。難しいな、やっぱりこのゲーム。会話しよう。咳がひどい。なんか、あ、ごめんなさい、ずっと映ってなかった、申し訳ない。調子悪いね。止まってくださいね。ヘティーブっていうのがいるんだ。え、マシナリーなんたらかんたらなんたらかんたら。錬金術。扉？大丈夫かな？咳が大変そう。休んでくれるかな？相当無理しちゃってる感じがある。さあどうする？ポニテ。あ、これは立ち去るのか。扉に、なんだろう、扉。ほんとだ。
帰らないってことか。確かにドラゴンスパインの異変。おっと、ちょっと待った。まあ危ないよな。そう、大変な病気にかかってしまうよね。うん、まあ若さゆえっていうのはあるよな。あ、ここ行き止まりだったんだ。あれ？これって蛍光アイロまで行かないといけないってことか。これ多分行けないんじゃないの？蛍光アイロは。お、なんだろう。こっちに直接早くもう行けないのかな。いや、ダメだな。これ上が挟まっちゃって全然ダメだ。タリエシン、こっちだから、この先のこっちへ行こうとするとダメなんかな。通ってくれないか。いや、そんなことはないかも。石を手に入れて回るのか。ああ、なるほど、そういうことか。なんかすごいな、やばい。これ行くとすると、うわ、なんかすごいな。はい、あれ、反対側になってる。いけんじゃないかな。なんだろう。あ、なんか行ったことある場所じゃないかな、多分。もう、あ、飛ばされた。飛ばされた。まだダメだな。開けられない。まあ、大きなヒントがあるのは間違いなさそうだが。吹っ飛ばされた。やばいな。吹っ飛ばされて、下手して下に落ちたら、それはもう死だぞ。あ、でもこれヒントなのかもしれない。15,000モラ。あれを破るにはこの
なんだろう、連鎖する必要があったんじゃないの。本当そこもそこだな。あ、なんだろう。かけっこしましょう。お前おとなしくしやがれ。と、料理の時間だよ。師匠の技を食らいなさい。岩の重さは安心できます。はどうだ。へいえす。興味深い。わ、なんかすごいキノコが、でかいキノコがある。なんだ俺。うわーすごいな。あ、とりあえずここに行けっていうのか。うわすげえ。よくこんな、あの、アートデザイン、背景作るのな。ザマラン、ザマランっていうのか。え、つまりシャベッターなのか。これすごいな。いいんじゃないかな。チャージ、え、不足してる。え、石のエネルギーってどうやって手に入れるんだっけ。これじゃないよな。救命石。お前って本当にせっかちだな。
流面石ってどれだ、あれか、あれは違うだろう。回り込んで、これは違うもんな、水晶だもんな。これじゃない、これは何だったっけ、魔性のなんたらかんたら。私を必要とされる限りいつまでもそばでお使いいたします。次ってこれ流面石をエネルギーってどうやって貯めるんだっけ。まあいいや、うん、分からん。これって直接このストーリーって関係あるんかな。どこだ？助けが必要な方がいるはずです。なんか合成できる。でも流面積は合成できるわけじゃないしな。間に合いますね。なんだろうこれ。
もう一回レベルアップ。まずこれ間に合いますね。ここから向かっていったんだよな。でも何か途中いないのかな。え、これ敵？あ、敵っぽい。周りは何もない。戦うしかない。こんにちは。任せてください。これこの瞬間お前は永遠を手にする。えっ、おとなしく仕上がれ。なんかどこ向いてるんだ。これ倒した。まあ倒したいいものの、あ、これ増えるんだ。ここ、これを拾うことでも。どうだ今回は。何つになったが、お、今度は成功した。
そうすると蛍光、蛍光キノコ男、ゲーミングキノコ、うん、よし、お輝きを得た。邪気が、まあ相変わらずあるんだよな。この邪気を解放してやらないといけないよね。そうすればもっとフルパワーで活躍できんじゃないかっていう話だよな。2つしかないから、これ3つ、え、どうやってこれ回復するんだっけ。お前って本当にせっかちだな。あ、ダメだ、これでは回復できないんだ。お前って本当にせっかちだな。あ、もったいない、無駄あった。光を取り戻さねば。竜門石を原稿を、あの、手に入れないと。ジャッキーを払わないといけないんだよな。お前もサボることがあるんだな。はい、どうやってジャッキー払うんだっけ、これ。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。ずいぶんと長いしたな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。
お前もサボることがあるんだな。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。今ゲージは1か。これだな。こういうことか。これで1ゲージ減るから、危ない。順調に。あと一つあの奥だ。まあ無用な殺傷とかは、ね、これで OK。 邪気を払うことはできた。これどうやらメインのイベントと関係ないみたいな感じだな。無足類は無敵ってことか。パイモンはキノコ、食べ物。あれかな、4本足で2本足になって3本足になるというやつか。盗賊を手伝い。だって、これなんだ？展望ポイントでしかないのか。でもいいですね。あ、なるほど。これもあのあれですからね。これでフル。ちゃんと使うエネルギーっていうのを考えないといけない。あ、ただのキノコか。お前って本当にせっかちだな。どこ？なかなか運がいいじゃないか。まだいい。
行こう。あと何箇所？3箇所か。お前って本当にせっかちだな。あ、倒しに行こう。きれいにしませんと。グオパー、火を吹け。こいつはどうだ？みんな頑張ってね。えい。熱々でしょ。おとなしく仕上がる。バーバラ便利だな、いろいろ。えい、ほっ、はっ、おとなしく仕上がる。てっ、 OK です。歌声でもこんなサプライズを届けたいな。ん？これチャージしましょう。で、これ減るんで、これで補給。バーバラ、行くよ。これ？まず少ない。あと2つ。敵いなくなったはず。1個なくなってるから、あれ？あ、なんか悪いやつがいる。これ。あ、やばい。任せてください。熱々でしょ。おとなしく仕上がる。風邪ひくなよ。こいつはどうだ？料理の時間だよ。きれいにしませんと。えいと。これ。えい。この瞬間、お前は永遠を手にする。任せてください。倒した？倒した。よし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 。ホコリをきれいにしますね。あと2つだが、
え、どこ？助けが回り込んで、あとラスト、ラス1。あ、なんかワープゾーンだ。ワープゾーンは解放。そう、敵が。きれいにしませんと。気がつかれたか。これ。師匠の技を食らいなさい。おとなしくしやがれ。この形で盛り上げよう。ほっ、やっ、あつあつでしょ。これやっはっはっと。ほっ、おとなしくしやがれ。風邪ひくなよ。どこにいるんだ。まだ半分残ってるからな。岩の重さがあるとよっと。おとなしくしやがれ。どっちや。だいぶ減ったな。これって任せてください。こいつはどうだ。えいっ、お、なんだろう。え、なんで。なんかストーリーが進行した。あ、ちょっと待った。なんかおかしい。調子悪い？まあ、大丈夫っぽいが。私が教え合える全ての情報教えられない。殺される。ミュージックスタート。綺麗にしませんと。おとなしくしやがる。熱々でしょ。ふっと、ふっ、えい。こいつはどうだ。オッケー、任せてください。おとなしくしやがれ。なんかうまくいかない。火を吹け。かけっこしましょう。やっやっはっ、よっと、えっ、
はどうだ。はっ、OK、あと一つ。この瞬間お前は永遠を手にする。おとなしく仕上がる。倒した。隠れ家カタリナ。なんか違う、あ、なんか話になっちゃってる。いや、でも目的が違うぞ、今。やってる、やるべきことって違うし。キノコの救援信号だし、でも、近いとこにいるんだよな。キノコ頭のとこに、とりあえず戻ろう。目的、本来の目的とちょっと違う。お前って本当にせっかちだな。やりたいことと違うから戻ろう。なんだろう。ここだ。興味深い。はい、ということで少しお待ちください。随分と長いしたな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。師団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。ずいぶんと長いしたな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。とりあえずまたサマランのとこに、違うストーリーが進んでしまいそうなんで、サマランのとこに戻りましょう。でも、あ、ないんだ。じゃあしゃあない、行こう。今あのフルゲージだからな。なんかある、拾っとこう。
お前って本当にせっかちだな。うん。お、受け取った。足がないかな。ゼロ本足。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。ごめんなさい、音が。で、水路に沿って、根源を探せって言ってますね。でも水路って上流に行けってことだよな。まあ誘ってますね、これ。なんだあれ。あ、倒した、あの、の中で拾ってないやつだ。あ、また いいですね、水晶の魂をゲット。なんかある。あれなんだ、あれ見たことない場所だ。あれ、男、これなんだ、違うな、これはあの救ったやつだ。とりあえずあいつら倒すか。こいつはどうだ。熱々でしょ。メイドの礼儀に気をつけます。話が通じないなら叩くまで。おとなしくしやがる。ほっほっ、えいと、みんなを守るからね。ほっ、えいほっ、これグオパー火を吹け。なかなか強いな、強くなったバーバラも。あと、まだ敵がいる。熱々でしょ。助けが必要な方がいる。それはどうだ。料理の時間だ。すまんすまん。これ。あと。ほどほどにし。すごいな。避けよう。終わりだわ、これで。死んだ。倒した？倒したね。キラキラに輝いてるね。水路に沿って邪気を探せって言ってますね。わ
からん、これ上流に行ってるか。あ、あ、あ、なんかやっぱり、やっぱりね、なんかあると思ったんだよ。こいつだ、ボス、ボスだ。ちょっと待ってね。敵？敵ではある。師匠の技を食らいなさ。みんな頑張ってね。と、これ風邪ひくのよ。料理の時間だよ。半分以上減った。こいつはどうだ。いいよいいよ。ビルガ、ヒルガーか。で、どこなんだ。さあ、上流になんかあんのかな。いや、上がらないから、ここが最上流なのか、それとも、いや、多分無理でしょ。これ通過無理やと思うけどな。あ、やっぱり無理でした。下に下ろされちゃう。どこだ？水路に沿って言うたら、この滝のあたりなんだが。でも通れる場所がないよな。分流に行っちゃったんか。あ、さらに。邪気の根源ってどこにあるんだ。最上流かな。あ、なんかまた、なんか悪いやつがいる。お腹が痛い。しかし、まず総敵を倒さないばならない。おとなしくしやが。まあ、なるべく近づかない方がいいかも。本当にして、キノコ？なかなか運がいいじゃないか。あ、何これ、まあ、とりあえずザマラのところに戻ろう。とは、最後まで戦わなくてよかったみたいだな。
キノコは救われた。これは、まあ、とりあえずあれを取ってから、あっちはあるんか。でもしかしまずは上を、上から先に。どこにあんだ、あれだ。まあとりあえずこれを確保しといて、あ、わわ、やばい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 。急に、急になんで、視点がアップしたんだ。バーバラ、行くよ。今6つか、ゲージは。なるべくフルゲージに。フルゲージが望ましいとこだからな。フルゲージ使わないとダメですって言われるかもしれないし、まあとりあえず戻らないとダメだ。あれなん、この水晶のやつってなんだろう。でもこいつもなるべく、これで間に合いますね。取っときたいですね。心から嬉しく思います。残っちゃ、今のは何だろう。さあ、この奥は、奥になんかあるかもしれないが、あ、緑トカゲを取ることや、失敗した。なんかいた。これで間に合いますね。なんかすごい入れ替わっ、偶然出会ったっていう感じだよな。どうしよう。リスクを取るな。強情だな。これ扉なんだろうな。地図？本当だ。しかし
ちょっとあの戻ろう一回。いやということを聞いてくれた。本当に聞いたかわからんけど、そうなんだよ。よし、扉は開けない。なぜ扉開けないかっていうと、戻りたいから。ここに行きたいからな。まずはキノコに会う。フルゲージなんで、助けが必要な方がいるはずです。任せてください。何でも私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。とりあえずフルゲージ、これでサマランの問題は解決したんで、じゃあもう一つのメインのあれ行きましょう。あっちも、気になるけどな。任務、たくさんあるもんな。まあメインじゃないからな、これらは。いきます。とりあえず扉を開けます。まずそっから始めよう。助けが必要な方がいるはずです。あ、なんかある。金、金は確保しとこう。です。ちょっと回復しとかないと、もしかしたらボスとの対決になるかもしれんから。バックからあんまり回復してくれない。悩むな。
1回復って。とりあえず扉を開けます。オッケー、じゃあ行きます。で、先へ進んでいきましょう。あ、なんかある。おっと、あ、どこにいたんだ。小さくて見えにくい。あ、いたが消えた。拾いたかったな。はい、ゲット。書籍ゲット。なんだろうこれ。流面積の減少。なんだろう、流面積の減少って。行きましょう。これ爆破するところではないな。ただ罠だ。これで間に合いますね。任せてください。料理の時間だよ。これすまんすまん。こいつはどうだ。もうちょっと。オッケー、消えた。なんかすごい立体的。下になんかある。なんかあるんかな。OK、今あ、なんか敵がいる。まただよな、敵ばっかり。まあでも倒すしかないよな。こんにちは。熱々でしょ。ほっと。
準備できたかな。間違えた。これ。うちだ。バーバラ、ハッと。おとなしく仕上がる。料理の時間だよ。この瞬間、お前は永遠に手にする。これ。いいよいいよ、減らしていく減らしていく。こいつはどうだ。とえおとなしく仕上がる。とえこいつはどうだ。とえおとなしく仕上がる。倒しました。悟空。周りには何もなさそうだな。これも。あ、お金もらえるとこ。あ、サイン。なんかある？わからん。撮影場所か。いや、わからんっす。あれ？なんだ俺。あ、ダメだ。どこ行ったんだ？バーバラ、行くよ。まあ、とりあえず一旦戻って。なんか書いてる。蛇が出るって言ってますね。蛇。なんだろう。あんまり減らないんで、やっぱりノエルの出番。あ、ロボ。ロボじゃない。あ、復活した。行こう。なんだ？興味深い。あれは夜行中か。もうちょっとだな。料理の時間だよ。お、なんか出口っぽいとこがある。ワープゾーンがある。お、なんか柱みたいなんがあるよ。なんだこいつ。
大きいし変わってるなってなってますね。怪しい。5つこれなんかやらないとダメなやつ、いじる必要がある。虫？虫って敵なのかな？確かに。ラストゾーン、さらにワープポイントもある。そういえば祈願どうなってるんだっけ。スター交換、3つだからダメ。スターダスト交換ダメ。今4つだから6つ交換すればいいってことになるよな。どっちがいいかって言ったらやっぱりこっちだなぁ。6つ交換しとこう。でガチャを回してどれがいいんだろう。武器も欲しいしなぁ。星5か。何をもらえなかった。あれ、なんか書いてある。あれ違う。あ、しまった。これはい、祈願をするの忘れてた。こっちだ。これは誰だ。ロザリアだ。星4ロザリア。お、しかも星4ロザリアが2回出た。まあ悪くないんじゃないでしょうか。武器はね、星3までだけど、なんか石碑があります。なんか書いてないの石碑。ん？アンロック素材？今回レイラか。
これか。あ、ダメだ。ここで突破できない。あ、カグマさんなんだな、ロサリア。いいやん。あ、でもまだ完璧じゃないキャラクターにそれ使うのはどうかな。既存のキャラを強化すべきだったな。今フルゲージで持ってるから、でも浄化する言うてもどうやって浄化するんだ。立体だしな。カトカゲだ。お、待てー。オッケー。なんか下にもなんかあるぞ。これなんだろう。なんか、柱状のなんかがある。何これ、パズルじゃん。一個浄化できたってことでいいんだよな。お、また遅い。あー残念。何を起動したんだろう。まあ範囲が広いからな。おまけに、うわ、目が何これ、なんかすごい。嘘だろ。なんだろうこれ。あ、なんか二つ目があった。もちろん楽しい、かかるけどね。ゲ
はどうだ。ほどほどにしておけよ。すまんすまん。やばい、死ぬ。何これやばい。このまま行くと失われちゃうか。これ綺麗にしませんと戦場のお掃除の時間です。と熱々でしょ。おとなしく仕上がる。こいつはどうだ。やだ。おい、倒した？倒してんか？あ、ダメだ。なんか消えてしまった。お前って本当にせっかちだな。これだ。これを先にやらないといけないんだ。これで2つ目解放。なんだこれ。いや、結構苦労してるな。三つ目は一体どこなんだ。先に破った方が。お前って本当にせっかちだな。いいかもしれないな。あれだ、3つ目はだから先に元凶を見定めて上に回っ上から回っていってもいいかもね。お前って本当に遠回りになるけど、これはこれはダメ。まあ汚れじゃない。この元凶からこの瞬間、お前は永遠を任せてください。こいつはどうだ。よっ、バーバラ、行くよ。おとなしく仕上がれ。こいつはどうだ。
く仕上がる。すまんすまん。熱々でしょ。まだ死んでない。バラバラになった。OK です。近づかないとどうも、これ働かないのかな。OK です。3つこれで、満たされました。少しお待ちください。ずいぶんと長居したな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。お前もサボることがあるんだな。随分と長居したな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。
はい、お待たせいたしました。あと2つですね。あと2つどこにあるんだ。まあまずその前に、バーバラがちょっとスタミナが削られてる。なんか広い原っぱですね。不気味です。ここもなかなか不気味だな。お前って本当にせっかちだな。あれ、ワープゾーンはどこだ。ワープゾーンはこの上にあるかもね。ワープゾーン見たいんだけどな。まあなくても必ずしもなくてもいいけど、なるべくならワープゾーンに触れていきたい。あ、4つ目だ。どうかな、飛べるか。無理か、飛べませんってことで。ここは安定でするかな。あれがさっき見た四つ目だったよな。よっ、何やってんだ。あ、ダメだ、こっちはダメだから、こっちに渡りつつ上へ行く。あ、でもここじゃないような感じやな。あれ、ここだと思い込んでたんだが違うのか。さらに上があるわけでもないしな。あ、また切れた。調子悪いな。
少しお待ちください。あれ4つ目だっけ？あれは解放されてんじゃないかな？どうだっけ？あれが柱だよな。すごいバランスにかける感じがある。上に何でここ飛べるんだ？まあフルゲージなんでこれ取る必要もないしな。だいぶ離れたとこに来たな。あそこまだ解放されてないんじゃないの？お前って本当にせっかちだな。近づいと汚染されるんだ。任せてください。こいつはどうだ？元気出してよ。これ。なんかこれ。すまんすよ。どこにいるんだあいつら。あ、解放された。解放されたっぽい。ラス位置だなこれで。あれ、あれじゃないの？いや、あれは多分違うと思う。
これだ。オッケー、5ゲージ。オッケー、ワープコイント解放。なんかすごい複雑だな。立体が分かりにくい。ラス位置だな、これが多分。使わんでいいから、あっちにも石がある。お前って本当にせっかちだな。これがラスト1のあれかもしれない。そして汚れの元はどこだ。裏だ。お前って本当にせっかちだな。なった方がいい。ほどほどにしておけよ。きれいにしませんと。戦場のお掃除の時間です。こいつはどうだ。この瞬間お前は永遠熱々でしょ。の神殿これってこいつはどうだ。料理の時間だよ。それおとなしく仕上がる。審判と痛いよ。こいつはどうだ。風邪ひくなよ。これこれで OK。 小石に力からを外からを力を加える。浄化された巨大な小石を攻撃するってなってんな。
とりあえずゲージを確保して、巨大化された漱石を攻撃するってなんだ。変えられるのか。チーム編成変えてもいいよな、どうしてもっていうなったら。でもその前にバックかな。蒲焼きを。どこなんだろう。フルゲージだから。あ、ここだ。どうやって攻撃するんだ。お、VTR だ。すげえ主人公やるやん。これ自動でやってくれるんだ、かっこいい。そしてなんか現れたよ。さあ、いよいよこれが大ボスなのか。でかい虫がすごい。しかも相当あの処理が重い。うわ、やば。あ、ダメだ、なんか効かない。助けが必要な方がいるはずです。あ、ない。何これ。巻き込まれる。いや、分かってるよ、破壊できないやん。わーわーわー、嘘でしょ。料理の時間だよ。巻き込まれるのは良くない。みんなを守
やばいやばい。これなんだ？えい。と。ほっと。いや、ちょっと待ってよ。だって、業種って書いてるけど、無理やん。あ、これ3つもらえるんだ。なるほどね。岩の重さは安心できま、よっ、えい、ほっと。痛い。何をし、時間がかかるな。おとなしく仕上がる。てかこれ普通にこいつでやればいいんじゃないの。まあダメージ少ないか。これそう、ダメージ少ないんだよな。少ないからあんまり効果がないんだよな。こいつはどうだ。よっ、ほっ、はっと。やばいやばい。どうやって倒すんだ。チーム編成も操作できないし、でもこんなの普通に上取ったら有利に見えるが、必須ではないんだ。熱々でしょ。おとなしく仕上がる。風邪ひくなよ。本当にせっかちだな。なんだろう。あ、もしもし。これ時間制限あんのかな。お前って本当にせっかちだな。おとなしく仕上がる。お前ってほん。と、岩の重さは安心。料理の時間だよ。ダメージ与えない。みんなを守るからね。えい。きれいにしませんと。
前って本当にせっかちだ。熱々でしょ。任せてください。なのこちゃん、あ、やばい。おとなしくしやがる。よっ、えい、と、これ。やだ。岩の重さは安心できます。おとなしくしやがる。お前って本当にせっかちだな。こいつはどうだ。っすまんすまん。はっ、みんな頑張ってね。熱々でしょ。ねえ、任せてください。全然減らない。あ、逃げ合えない。必要な方がいるはずです。これウオパー、おとなしくしやがる。よっ、ほっ、ほっ、こいつはどうだ。本当にせっかちだな。しばらくは。おとなしくしやがれ。ダメだ、全然ダメージ与えない。結構。綺麗にしません。師匠の技を食らいなさい。これ。と。どこにあるんだ。あと思ったらスライス。はい。あ、やばい。結構長時間戦の戦いになるな。半分だ。みんなを守るからね。しかし長い。バトルが長すぎるな、これ。これ。おとなしくしやがれ。この瞬間、お前は永遠の敵。これ。
同じことを繰り返しをやるしかないもんな。岩の重さは安心できます。かけっこしましょう。倒れた時がチャンスなのか。つまり。それ、は。えい。あ、まただ。逆にチャンスかもな、この時が。バーバラ、話が通じないなら。おとなしくしやがる。こいつはどうだ。はっ、よっ、えい。風邪ひくなよ。いいタイミングでバリアを張った。まだだ。こいつはどうだ。おとなしくしやがる。岩の重さは安心できます。あんまり関係ないな、その辺は。もうちょっとだ。あと4分の1切ってる。ダメだ。これ料理の時間だよ。準備できたかな。綺麗にしませんと。あんまりダメージ与えられてないな。おとなしくしやがる。これ。おとなしくしやがる。おっと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 。こいつはどうだ。すまんすまん。ん？これは？でも待てよ、これ多分制約があるんだ。なんだこれ。え、誰？誰だこれ。破壊。突き刺した。これはいいことか悪いことか、どっちだ？え？なんだ？戦いがあるのか、それとも。崩落。終わったのかな、本当。まあ長い戦いだったな。謎の女が最後邪魔、なんか介入してきて、討伐は成功したみたいだがな。
あいつ何者なんだ。あの柱はこれが正常な状況なんだよな。そうだね。やりました。まあ、倒したんだよな。音楽がすごいいいよな。クルージング。なんだこれは、ここのゾーンは。すごい神々しい。この上にあるのか。あ、また、また。なんかちょ、安定性に欠けるな、今回のゲーム。よく落ちる。申し訳ないです。まあでも、落ちたとしても、すぐ続きができるのはいいことだよな。一からあれ、あいつと戦うのは本当に嫌だぜ。まあここファストパスで戻ろう。うん、ここだ。ベースキャンプって言っていいのかな？地震ってタイムリーすぎる。君という夜叉。なるほど。
とりあえず報告しないといけない。地上に戻らないとダメってこと、うん、ぽいな。で、この今見えてる航空の中で開けていないのはここだけか。この巨大岩穴ってとこだけですね。なんでそこだけ開けて終わりましょう。これ動くの？動かない。敵？どうなんだろう。あ、敵ですね。別に用はない、お前らに。お前って本当にせっかちだな。ん？これは、ダメなのか？あれ？嘘。なんで？あ、違う。あれを打ち崩さないとダメなんだ。こいつはどうだ？えっ？ほっ！熱々でしょ？やれ、オッケー。止まった。こうか？反対側だ。この対岸の方なんだ。臨時本校。この下の方から行けるんだろうな、多分。向こう側へは。あ、なんかある。仕上がる。料理の時間だよ。こいつはどうだ。
大振りだぞ。さすがにちょっと油断しすぎたか。おとなしく仕上がる。あと敵ダイラ上にいる。ミュージックスタート。ヤクオパヒオケイ。これ。え？こいつはどうだ？OK です。上だ。上に行かねばならないんだ。ん？なんか調べろと。あっと。ちょっと待ってくださいね。お待たせいたしました。さてどうやって行けばいいんだ。上にはこっちじゃない。あ、こっちか。上か。最上位から行くしかないってとこか。相手を間違えた。危ない危ない。落ちるとこだった。あー、ジャンプできない。あー、ダメだ。なんでまた。あー、また落ちた。
ほう。お前って本当にせっかちだな。行き過ぎたかな。お前って本当にせっかちだな。だが、あ、なんかある。え、嘘。こっちは反対だからこっち側に行かないとダメなのか。上はダメだな。上は開いてないとなると、本来であれば、そうなんだよな。反対側だから、窒息しろ。手合わせしようじゃないか。いいよ。なんかうまくいかない？
どうやって行くんだ。お前もサボることがあるんだな。これで左側だから、道がどっかにあるはずなんだよな。あ、また切れた。あ、調子悪い。下に行くと、ここから先は行けない。上はどうだ。上も行けるようには行けなかったから上じゃない、多分。から行ってみるか。ここら辺で。お前って本当にせっかちだな。これ行き止まりでいいのかな。から下通れんのか、そうじゃないのか。お、なんだ。あ、さあ下がある。あら、なんかこれ先進めるぞ、これ。でも行き止まりか。いや、あ、ダメだ。こいつはどうだ。行き止まりだった。お前って本当にせっかちだな。くそ。
こじゃない。話が通じないならすまんすまん。騎士の風格に気をつけます。えよっ、おとなしく仕上がれ。よっ、料理の時間だよ。これで間に合いますね。準備できたかな。はっと、これこの瞬間お前は永遠を手にする。ここでもないのか。じゃあどこなんだろう。でもね、ここ。なんだあれ。見張り台みたいなのがある。敵いるんだろうな。よっと。高さが分からんよね。普通であればここから行けたりするはずなんだが、行けないんだよな。ここなんじゃないんだよな。止まった。あれ？
最上位に行かないとダメなのかな。届かないよな、絶対無理だよな。行ったとしても半分残ってるが、まあ、反対側だから。上に上がるしかしゃあないんだろうな。そうなんだよな。ってことはやっぱり最上位クラスのとこに上がらないとしゃあないのか。怪しい。あ、ここじゃないかな。ベトベトする。ちょっとだ。なんだろう。あ、ここベトベトするけど、まあとりあえずは無視して構わないよな。全部が全部やる必要はない。あ、敵だ。やばい。相手しない、相手しない。これで間に合いますね。なんか調子悪いな。ごめんなさい、なんか
画面がおかしかったり。もうちょっとだ。見つけた。ようやく。助けが必要な方がいるはずです。なんか土を走ってるやつがいるが、まあ見なかったことにして戻りましょう。うわあ、どこだ？こいつここだ。いやいや、報告するんだよ。国政か。あれ、助けたん国政なんかな。本当にそれ。書類を提出しないと。これで終わり？全部。終わりのはず。伝説任務、なんかびっくりマークついてんのがあるけど、なんだろう。たたら物語とかはもうないし、
これをまだやらないといけないんだよな。これなんだ。あとはまあ細かいやつが残ってるのみってことで、とりあえずこれでついに終了ですね。わあ広いな。ちょっと食べ物を作りましょう。これで間に合いますね。何これ。で、料理を作っていきます。まだ作れる。あと5つ作れるんだ。あと2つ。これで終わりですね。もう自動料理で作れるんだ。じゃあラストですね、このお好み焼きが。
あと5つ。これで終わりかな。オムライスが作れるけど、オムライスはもう満杯。意外とダメなんだな。うどんも作れます。これうどん全部作れんじゃないのかな。あといくつだったっけ。これも5つですね。そう、お味噌汁がまだ。たくさん作れる。これはたくさん20個ほど作っとこう。回復、キノコピザ。もいいですね。攻撃力アップです。20個ぐらい作っとこう。これ作っとけばよかったな、ボス戦の時に。感じでいいかな。で、一旦戻って。
回復した上で町へで、これで材料買って終わりにしましょう。これで間に合いますね。星と深夜星と深淵を星と深淵をごめんなさい、今日はまだ依頼の星と深淵をめで、あとここですね。鋳造依頼。そして、なんだろう、喋ってはくれないのか。え、何これ、ブレーキ姉妹に報告ってなんだ。まあいいや。お金は ないわけじゃないのか。万民堂の料理を食べにいらっしゃい。怖い怖い。持ち帰り。普通の唐辛子まで。で、これはこっちか。これが星1で、これも星1か。これかな。これが材料ですね。
はい、ということで、いつもの場所で終わりたいと思います。ということで、今回はついここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？ついに シリーズ任務双眼巨淵新勇気かな、こちらをクリアしました。あと騒然たるキノコの救難信号っていうサブクエストもどうもクリアしたみたいですね。あとなんか敵組織のでもうなんか穏健派の人も いましたが、ファデュイか、ファデュイの恩恵派もいましたが、その辺も時間があったらやりたいと思います。メインクエストの稲妻編をとりあえず終わらせておきたいところですね。次回はいつになるか分かりませんけど、1ヶ月先ぐらいかな。はい、なんか原神をやる数も減ってきましたが、またやればお付き合いお願いいたします。そしてすいません、何回もちょっとパソコンの調子が悪いのかネットワークの調子が悪いのか落ちてしまって申し訳なかったです。はい、ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。また YouTube で、8日21時頃にプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。また旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。